明日の子どもの日を前に、子どもたちの夢が書き込まれた大きな鯉のぼりが神戸の空に上がりました。今年で11回目となるスイミープロジェクトは、小さな魚たちが協力して大きな魚に立ち向かう絵本スイミーにちなんで、自分の夢を鯉のぼりに描いて空に掲げる恒例のイベントです。今日は子どもたちがスイミーになぞらえた魚型のスタンプに、それぞれが思い描く将来の夢や目標を書き込んでいきました。スノーマンのようにダンスが上手くなりたいです。チョコ屋さんになりたい。ハートのチョコとか。ハートのチョコレートが作りたいんだ、アイドルになりたい。そして世界4カ国の子どもたちが制作した30匹の鯉のぼりが、和太鼓の演奏とともに大空に掲げられました。震災の町、神戸が復興した、元気を、東日本の震災があった子どもたちへ届けるっていう活動からスタートしました。鯉のぼりに、みんなの夢を乗せて夢を描くっていうことが、こうその将来に何かこうつながっていくような活動になればいいなと思っています。このイベントは明日も神戸ハーバーランドで開かれます。